そうしましたら次にですね、今度この機体の内部に、細かなパーツを取り付けて、塗装をしていくという形になりますので、まあこのままの状態でもいいですけれどもね、まずもう先にちょっと切り出しちゃいましょう。やっぱりなるべくこうね、ゲート、まあこれはランナーで、これもパーツですけれども、このランナーとパーツをつなぐこの薄いね、ところ、これをまあゲートと言います。これを少し、まあ、こういう形で、残す感じで、まず最初に、切り離すといいかなと思います。で、改めて、まあ、こう、まあ、カットしていくという形になりますのでね。ただ、あんまりギリでやっちゃうと、こう、まあ、えぐってしまうこともあるんでね、綺麗に作りたい方は気持ち、ちょっとわかりにくいと思うんですけど、残して、ランナーを、ゲートを少し残す感じで、まずゲートを切ります。こういう形ですね。ちょっとうっすら残ってる感じ。そうしましたら、あと残りは、まあ、サンドペーパーなどで、まあ、削っていくという形ですね。で、まあ、触って、その残ってたゲートがね、感じられなくなるようになったら、あのゲート処理完了ですのでね、まあ、こうすると、まあ、パーツがね、えぐられることもなく綺麗にこうゲートの処理ができるかと思いますのでね。もしゲートをね、残しすぎたかなというときは、こう、アートナイフやカッターナイフでね、少し、こう、ゲートのところだけ削ってあげて、やっぱり最後仕上げは、こう、ペーパーで当ててもらえれば、スッと綺麗になりますのでね。まあ、大体こういうね、ゲート処理に使う、まあ、サンドペーパーの番手って言った時に、まあ、400番から600番ぐらいを、まあ、使っていただければと思います。で、まあ、それからね、綺麗に塗装したい時は、まあ、さらにそこから800番、ないし1000番までかければ、完璧かなと思いますのでね。とりあえずであれば、400ないし600かな。傷とのバランスを考えれば、まあ、600あたりでやるのが、ちょっと時間はかかりますけれどもね、綺麗に。できるコツかと思います。はい、こんな感じですね。じゃあ、ここからも、続けて行っていきたいと思います。はい、よし。そうしましたらいよいよ、その他のパーツを、こちらのね、内側に取り付けていきたいと思います。そうしましたら、じゃあ、右側側面からやっていきましょうからね。まずは A の8。本当ここはね、非常に細かなパーツが多いので、こう、まあ、ピンセットで掴みながら、やっていけばいいかなと思います。そして、まあ、どこにね、どう継ぐかを確認しがてら、行っていくという形ですね。こういう時はですね、やっぱり、よく言う、まあ、流し込みの接着剤ですね。こう、まあ、サラサラのタイプですね。これを使うと、まあ、組み立ては楽かなと。こう乗せといて、この脇にちょっとね、流してやれば、でもそれだけで接着ができますのでね。こんな感じですね。はい、それでは同じように進めていきたいと思います。次に A の3、
の3、非常に細かいですね。で逆にここまでね小さすぎるとあの流しうまくね置いて流し込むっていうのもなかなか難しい時にありますので、こうピンセットで掴んでちょこっとだけ、普通の、まあ、プラモデル接着剤っていうのをね、つけて、まあ、こう置くと、ちょっと挙動的に不安だなって時にこ の, の, しあの脇に改めてこう流し込みの接着剤を流してやればあのガチッとねつくと思いますのでね、その辺はあの、まあ、臨機応変に、やりやすいようにやっていただければと思います。これクリオですね。じゃここも普通のプライム接着剤っていうのはね、まあそんなに流動性がなくちょっと粘度がありますのでね、塗布して一呼吸置いてちょっと表面が乾いたかなっていう時にこうふっと乗せてやるとこうピタッとねつきますのでね、うまくその辺をこう、まあ、感覚なんでやっていくうちに覚えるかと思いますけれども、こんな感じでつけていっていただければと思います。はい、これで左側面の、まあ、構成するパーツも取り付けができました。で次は、どうなるんでしょうか。取り付けができました。まだデカールは、次号その次ですねに付属してくるようですので、まだ今はしなくてもいいわけですね。はい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 、カウルとエンジンの取り付けまでができるのかな。集合排気管、集合排気管はまだ、はい、そうしましたら、こういう形で、まあ、各パーツが、揃いました。揃いましたので、まあ、塗装を、まず基本となる塗装をね、行ってしまいたいと思います。